続いて40代50代が最速で痩せる方法トップ3第2位はカロリー制限をすること。 カロリー制限ってよく聞きますがここで紹介するのはそれほど難しいカロリー制限ではないのであんまり深く考えずにちょっと一緒に考えていきましょう特に中高年の世代の間では生活習慣病っていうのが増加して大きな社会問題になっていますよねこれは食生活の乱れだったりとか運動不足による肥満が生活習慣病の大きな原因の一つであると言われていますそれをカロリー制限によって解消していこうという いうことなんです僕たち人間っていうのは摂取した食事をエネルギーに変えてそれを消費して活動してますよね摂取したエネルギーが消費するエネルギーよりも多ければ余った分っていうのは脂肪になって蓄えられますその分体重は増加してしまいますし生活習慣病の原因になりますよねただ反対に摂取したエネルギーの方が消費したエネルギーよりも少なければ体重は落ちていきますよねそのため 肥満傾向の方が体重を減らしていこうと思った時には。 食事の量を減らしていくということが大切なんですがこのカロリー制限にもデメリットがあるんです実際にアルブレヒト大学というところの実験ではカロリー制限を始めて3週間で体重が6キロ減っていたんだけど安静時の代謝が1日296キロカロリーほど低下したということがわかっていますこれはカロリー制限をした人たちのうち約6割はこのカロリー 制限を始めて3日以内に代謝が激減したということなんです一方で食事の量を再び増やした直後から体重体脂肪筋肉いずれも急激にリバウンドを始めて2週間で元通りに戻るということがわかっています確かに考えてみると急激なダイエットをして痩せたはいいんだけどまた同じような食事をしてしまうと元に戻ってしまうという経験を繰り返してきた方も多いと思います と思いますそれも実際に2007年の研究ではカロリー制限ダイエットの95%は失敗してしまうということもわかっているんですだからカロリー制限をする時の具体的な数字なんですが今の体型を維持するのに必要なカロリー td ee っていうものから1日500から1000キロカロリーの範囲で減らしていくのが一番いいとされていますなので簡単に考えると1食分食事の量 量を減らしていくということが大切になります そこで僕がうまくいったりとかダイエットコースの方がうまくいった方法として16時間断食があります16時間断食は1日のうち食事をしてもいい時間を8時間以内に設定して残りの16時間は食事を取らないっていう簡単なファスティングの方法なんです8時間以内に朝食・昼食・夕食の3回分の食事を決めたりとか2食に分けてリズムよく食べていくということが 大切になります実際にこのプチ断食と呼ばれるものの効果については2014年に出た論文によるとプチ断食をすると中性脂肪が減ったり悪玉コレステロールも減った血糖値も下がったみたいなことが分かっていますまた2011年の研究においてもまだ動物実験の段階ですがプチ断食をしたメスのマウスの肌がツヤツヤになったよみたいな研究もあるんです これはプチ断食をしたマウスの肌のコラーゲン量が増えていて保湿の機能までアップしているということが分かっているらしいんですだから食べる時間食べない時間を決めてやっていくだけでもカロリー制限にもなりますし体の機能っていうのを高めてくれるっていうことができるんですただこの16時間断食にはデメリットがあって最初の1週間や2週間はお腹が空いて仕方ないっていうことが起こってくるのでこの断食をする時 の5つのステップというのを簡単に紹介をしますステップ1はお腹が空いたら食べるという方法ですお腹が空いたら食べていくという風うにすることでご飯の時間だから決まった時間に食べるではなくお腹が空いたらとりあえず食べるそしてどれぐらいの時間やタイミングでお腹が空いて何を食べたのかっていうのを記録していくというのがステップ1になりますこの時にはどんなものを食べたくなったのか とかどんなものを自分は欲しているのかなっていうのを自分だけの LINE グループを作って写真をどんどん貼ったりとか何時何時分にに食べてててしままっったいいいう感想を書いていくのが大切になります続いてステップ2は1日のうち1食だけ抜くかちょっとだけ試していく方法になります。 朝を抜くということにこだわらず、単純に一日のうち自分が都合がいい食事を抜くパターンになります。朝起きる時間が遅い人は朝食をそのまま抜けばいいし、日中忙しい人は昼食をカットしてみるといった感じで、自分が空腹を感じにくい時間を選ぶのがコツになります。また、どれかの食事を抜いてみて、お腹が空くようならまた食べて記録をしていく。目安は1ヶ月程度になります。 続いてステップ3は5対2ダイエットになります。これは週5日間だけ好きなものを食べる日を作って、週2日だけは5 0 0カロリー以下に抑えるというパターンの食事を繰り返していく方法です。これは実際にですね、高田久美さんのモノマネをしている八代優さんが1ヶ月で8 2キロ痩せた方法として有名ですよね。この方法も目安は1ヶ月となっていきます。 続いてステップ4は16時間断食をやっていきましょう1日のうち8時間以内に好きなものを食べてそれ以外の時間は断食をしていくという方法です実際に僕はこの方法で62キロのダイエットに成功しました目安は1ヶ月から3ヶ月程度でここまで来ると手が冷えるとか汗をかきにくくなったなどの症状が出れば代謝が下がっている可能性があるので1ヶ月に1回または2週間に1回ぐらい 好きなものを好きなだけ食べるチートデーを作るようにしていきます。 続いてステップ5日替わり断食をしていくこれは1日2 0 0 0キロカロリーを食べたら次の日は完全に断食をするというこのサイクルを繰り返していく方法です5対2ダイエットよりも1週間の摂取カロリーで考えると少ないので減量効果は高いんですがずっと続けるものではなく一時的に最速で痩せたいという人にはおすすめの方法ですなのでこの5つのステップっていうのをですね少しずつ 試してみてくださいなので第2位はカロリー制限をする方法続いて40代50代が最速で痩せる方法トップ3第1位は運動をすること美しいボディラインを手に入れるために運動を頑張っているという方もいらっしゃると思いますただ運動の効果はそれだけじゃないんです 実際に行われた研究によると、運動はカロリーを消費するのに役立つだけではなく、心と体の両面に良い,い影響を及ぼすということが明らかになっています。ただですね、運動だけで痩せるのは難しいということもわかっているんです。これは健康な男女42名を対象にした研究で、ほとんど運動してなかった人で BMI が35前後の人だけを選んで、少しだけ運動をした人とたくさん運動をし 人にに分けててどれぐらいい体重が減っったたのかっていうののかうを調べたものになるんです実際に運動をしなかった人と少しだけ運動をした人では体型の変化をほとんどなくて唯一運動をちょっとしたグループは心肺機能のみが改善していたっていうことが分かっています。 またたくさん運動をしたグループは1日の消費エネルギーっていうのが約4%増えていて体の脂肪量が約2キロ減少したよっていうことが分かっているんですなのでたくさん運動した人はめちゃくちゃ痩せてるんだよっていうことがこの研究では分かっているんですが最初に予想された消費エネルギーでこれぐらいの体重が落ちるでしょと思っていた数字よりも全然少なかったっていうことが分かっているんですだからたくさん 運動をしたとしても体重が減る量っていうのは少ないっていうことなんですねこれはどうしてこういう結果になってしまったのかっていうとこの運動する時間以外での活動量が減ってしまったりとか運動をたくさんした人っていうのは1日の摂取カロリーが124キロカロリーほど増えていたっていうことがわかっているんですなので簡単に考えてみると運動をするとみんな日常生活での活動量下がっちゃってその分たく さん食べちゃうよっていうことがわかっているみたいなんですよねただここでダイエットや健康効果以外にも運動のメリットっていうのがあるんですそれを4つほど簡単に紹介をします一つ目は疲れにくくなることです実際に定期的な疲労に悩まされている人々を対象にした研究では強度の低い運動を行うことで活動レベルが20%高まって疲労度合いが65%低下するという研究が があるので運動には酸素と栄養素を循環させる影響がありますからその分疲労物質っていうのが体に溜まりにくくなるということがわかっています続いて2つ目のメリットは頭がすっきりするということなんです実際に運動によって脳の中で記憶を司る部分海馬が大きくなって思考がリフレッシュするし認知症の予防にもなるということがわかっていますから ちょっとでも運動していいくととうことが大切になるんです運動のメリット3つ目は気分が良くなることですトレーニング後に気分が良くなるよっていうのはエンドルフィンセロトニンと言われるような幸せのホルモンがたくさん分泌されるため定期的な運動をすることでストレスや不安を緩和する効果があって精神的にもいい影響が与えられるということが数多くの研究によっても分かっています。 続いて運動のメリット4つ目は睡眠の質が向上してきます様々な研究から運動をすると睡眠の質が向上し夜に十分な休息を取れるようになるため日中はさらに元気に過ごせるようになるということが分かっていますつまり定期的に体を動かすと寝つきが良くなって眠りの質、睡眠の質が良くなるし深さも向上するよということなんですでは具体的にどれぐらいの頻度運動 をしていけばいいのかっていうのは週3回1回あたり20分から60分のトレーニングがおすすめなんですこの時は筋トレや有酸素運動および筋トレと有酸素運動をミックスさせるいずれなら何でもいいということがわかっていますただし筋トレ単体よりかは筋トレと有酸素運動を混ぜた方が体脂肪が減りやすいよということがわかっていますまた運動については朝の空腹 時にした方が脂肪燃焼効果が高いというふうにも言われていますからぜひ朝のタイミングでやって欲しいんですがなかなか続かないよっていう方は自分が合うタイミングでも大丈夫ですまたウォーキングは1万歩歩くよりも7000歩ぐらいが一番健康にいいし病気のリスクが少ないよっていうふうにも言われていますから歩きすぎには注意をしましょうなので第1位は運動をすることただ最終結果としてこの研究の中で分かっている ことっていうのは運動とカロリー制限と高タンパク質のこの組み合わせがベストなんだということでこの3つをうまく組み合わせることによってなるべく筋肉を減らさずに体脂肪だけけカットしてていいいるととうこがかっます。でもここまで聞くと結構当たり前の結論のような気がしますけどさらに詳しい数字で具体的に2021年の研究によると長寿につながるライフスタイルには以下の6つの 要素があると言われています何でもいいから自分が楽しめるレジャーの活動をすること1日 31g 以上食物繊維を摂取すること。 とにかく一時的に流行ししたよううなな極端なダイエットはやめましょう特に急激に減量をすると体全体のパフォーマンスが下がってしまいますから体重を落とす時にはあくまでもゆっくりとやっていきましょう。4つ目加工肉っていうのは50代以降は直腸がんのリスクが跳ね上がりますから避けていきましょう。 5つ目30代からは骨密度がどんどん下がっていきますからカルシウム、ビタミン D をより多く摂っていきましょう6つ目体のラインを良くしようと思って運動しししすぎには注意をしましょうなので40代50代が最速で体脂肪を落として痩せる方法っていうのは一時的に流行するようなダイエットには手を立たず1日5 0 0カロリー程度を減らしていきながら少しずつ運動習慣を続けていくということが あくまでも健康を目指すときにやるべきことになってくるということなんですどうだったでしょうかどうしても急激に体重を減らしたいという気持ちはめちゃくちゃわかりますただ急激にダイエットをしてしまうとその後のリバウンドの率っていうのはかなり高くなってしまいますから自分ができる範囲でゆっくり続けていくということが大切なので僕のチャンネルでは毎日夜の9時に定期的にいろんな方法を配信してますから自分のできそうな なもの選んでやってみてください。それではまた明日。バイバーイ